運の光弘版画記念館は、静岡県島田市河原野にある美術館。静岡市出身の版画家、運の光弘を検証しその作品を展示している。島田市立島田市博物館文館の一つである。運の光弘は、20歳になった1959年頃から、本格的に版画家として活動し始め、代表作、遠藤氏が、スイス美術商店優秀賞を受賞するなど、 国内外で高い評価を得ていたが、1979年に39歳で急成した。1993年に島田市博物館が開催した、雲野のみ木版画展が縁となり、1999年に雲野のの夫人から全版画作品が市に寄贈された。これを受けて、島田市は博物館文館の一施設として2000年に、 当記念館を開設した。記念館内部は長方形の1フロアの中央に、間仕切り多く、落ち着いた雰囲気の展示スペースとなっている。内装、外装とも白を基調とし、外の日本家屋との対比や中庭との調和を図ったデザインである。運路の基板画作品を展示するほか、様々な作家による現代美術作品の企画展示をも行っている。 島田市博物館本館に準ずる。チケットは本館文館共通券である。ありがとうございます。